こんにちは、インセルです。ちょっとまあ、いろいろ今大変な時期ですが、まあ、なんとかバイト行ってきて、はい、バイトね、まあ、飲食店なんですが、まあ、お客さん来るかって話もあるんですが、よくコメント欄で。まあ、減ってはいますね、明らかに。減ってるんですが、まあ、従業員の方もちょっと減ってるんで、まあ、コロナが収束するまで、まあ、ちょっと行きたくないとかの人もいますし、まあ、もっともな意見だなと。はい。まあ、それ以外に、まあ、ちょっとコロナ関係なしに、はい。ちょっといろいろね、来れないっていう理由があって、なんだかんだで、まあ、人も削ってるんですがね。まあ、私はあんま、そんな、言うほどそんな削られないというか、もともとまあ、そんなに、長い時間働いてないんで、まあ、ちょっと削られるぐらいの程度なんで、そんな変わらないですね、私は。はい。で、まあ、休日になったら、まあ、徘徊したいんですが、私のチャンネル見てもらっても分かる通り、まあ、徘徊がメインでもあるんで、まあ、あちこち行きたいなと思ってるんですが、せっかくの春なんで、まあ、今ね、こういうことになってるんで、とは言ってもなんか、外、ちょっと仕事には出かけなきゃいけないんでね、まあ、仕事は行かなきゃダメなのに、まあ、遊びに行ってはダメというのは、まあ、確かに物言いを言いたくなる人もいっぱいいますからね。私もね、まあ、ちょっと、それは、文句言いたいってのもあるんですが、まあ、でもやっぱり、まあ、自粛もしたいってのもありますし、まあ、はい、まあ、安全のために家にね、まあ、あるいはほら、私がかかってる可能性もゼロではないんで、それを私がその、他の人に移すっていう可能性もあるんで、まあ、それ踏まえてもね、やっぱり、なるべくね、はい、まあ、でも仕事は行かなきゃダメっていう、ちょっとよくわからない状態なんですが、まあ、注意して、はい、徘徊、ね、どうしても泣きたくなったらどうしようかって話なんですよね。家にこもってるのも、まあ、健康には良くないですし、あんまりちょっと精神的にもね、やっぱり、どうすればいいかって考えたんですよね。まあ、外出てはいけないというよりは、厳密には、その、だから人との接触をしてはいけないというか、まあ、人と、まあ、人のゴミとか、まあ、人のいるところに、はい、行ってはいけないという、まあ、ことなんで、厳密には。外出たらやっぱり人と会ってしまうんで、まあ、人はいるところに行ってしまうんで、それで外出てはいけないということになってるんですが、まあ、じゃあ極端な話、その、人に会わなければ、まあ、外に出てもいいと言っちゃ、まあ、言い過ぎかもしれませんが、まあ、極端な話はそういう話なんで、その、安倍総理の会見で安倍さんも言ってましたが、まあ、ジョギングとかそういうのはいいけども、ただ外に出るだけ、まあ、だからそういう、まあ、人が集まるような娯楽施設、まあ、そういうところには行っちゃいけないというか、まあ、そういうところは避けるようにということを言ってたような気がするんで、まあ、そういうことなんですよね。はい。で、まあ、だからまあ、ちょっとしばらくして、ちょっと徘徊したくなったら、まあ、外出る方法としては、今、身も蓋もないことを言いますが、もう人のいないところに遊びに行けばいいということになりますね。もう、どうしても出たい場合は。まあ、人いないところ。私なんかほら、山とか海とかが、もうどこでもいいんで、川とかも好きなんで、まあ、いいんですよ、どこでも。はい。まあ、だからまあ、そういう娯楽施設、人がいるような娯楽施設が好きという人は、もうきっぱり諦めて、まあ、在宅するしかないということになりますが、まあ、どこでも遊びに、とりあえずどこでもいいから遊びに行きたいという人であれば、私みたいに、人のいないところ。はい。で、まあね、まあ、マイナーな神社とか寺とかはね、まあ、京都や奈良とかは、まあ、人多そうなんで無理なんですが、なんか、まあ、それ以外のね、人がいなそうなところだったら OK かなと。OK かなと、まあ、私は決めていいことじゃないですが、まあ、それはいいとして、じゃあ移動手段はどうするかって、まあ、車持ってる人とかはもう車乗ってさーっと人いないところまで行って帰ってくるとかできますが、まあ、電車とかバスとか、まあ、徒歩、自転車移動する人は、まあ、そうですね、もう人、どうしても人と会ってしまうんで、まあ、でしたら、それの場合は、まあ、時間帯を変えるなど、もう人がいないような、まあ、電車など、まあ、外や電車など人があんまりないような早朝とかに出て、で、電車も、その、まあ、中心部だと人が多いんで、しばらく歩いてから、移動してから、ちょっとマイナーな路線とか、マイナーな駅で乗って、そこから、目的地に行くという感じで、まあ、目的地が人少ない場所であれば、必然的にね、電車も少なくなるんで、人の、その出入りが、まあ、ある程度理にかなってると思うんですが、まあ、というふうにちょっとね、外どうしても出たくていろいろ、ね、ちょっと言い聞かせるように並べました理由は、
まあとは言ってもね、ちょっとそのコロナとは別に、まあちょっと4月なのに少し肌寒いというか、どうしてもそっちの理由でちょっとまだ様子を見ようかなと思ってます。はい。ちょっと寒いんでね、やっぱもう1週間ほど様子見て、で、暖かくなったらね、このウイルスの活動ももしかしたら鈍るかもしれないんで、まあそれを機にちょっと、はい、また徘徊動画、まあとにかく人と接触しないように気をつけて、どうしても来たい場合は、はい、徘徊動画、まあ何にせよね、まあ僕だけじゃないですがね、皆さんもね、ちょっと、ね、ちょっと今後の情報が、その様子、ね、注意して、判断して冷静に、はい、頑張っていきましょう。というわけでありがとうございました。インスルでした。